ちは。こんにちは。こんにちは。今日も、はい、前回に引き続き琉球風水師のシュウマさんに来ていただきます、ね。はい、パ・リーグの予想を、うん、まあ、監督をもとにねやってもらったんだけども、はい、ただそのコロナで、はい、例えば開幕が延期とかになってるじゃないですか、はい、で無観客っていうことも予想されるし、はい、こうなってくるとやっぱ予想って変わってきます。ちょっと変わりますね。どういう点で変わるんですか。今年は、まあ、全体僕らも含めてなんですけど、はい、おもてなしの心があるかどうかっていうのが一番のポイントになってくるんですよ。まあ、イコール奉仕なんです。はい、そうです。奉仕ができるかどうか、はい、でプロ野球選手はそれをプレーを見せることによってお客さんに対しておもてなしっていう形で、お客さんはそれを自分たちのこうなんていう好きな選手たちに向かって、うん、球団に向かって応援を送るっていう奉仕のちょうど掛け合い、あ、だから人間の本質が見えてくるみたいなね。そうですね。そんな感じの年ですよね。の年なのになんかちょっと見えないそうです、うん、ウイルスにこうちょっと邪魔されてっていう形ではないですけど、そうです。だからちょっと、まあ、オリンピックもだからそうですね、おもてなし、それが今ちょっとどうなるか分からなくなってきてるっていう意味を含めると、そうです。取った時の発言、おもてなしだったじゃないですか。不思議だなと思って、なんかつながってるなと思って。お前は臭い芝居するな。お前分かってて言ってたろ。お前で誰かの合いの手待ってたでしょ。待ってない。私占いとか大好きなんで、うん、今日ちょっと楽しい。テンション上がってるね。いや、俺も嫌いじゃないよ、大好きだよ。好きですか、やっぱり、うん、やっぱ未来というのは好きだよね、俺。過去というよりも未来が好きだから。はい、あの、風水はどっちかというとそっちです。過去よりも先を。ですよね。はい、過去を振り返らないでしょ。振り返りたくないでしょ。振り返りたくないでしょ。そうでしょ、うん、あの時失敗したなとかあるでしょ。いや、ありますよね。それよりかは未来の楽しいことを考える。俺は失敗がないから。あ、考えの中で。あ、もうそれ経験として残ってるから。ポジティブですよね、だから。お前は失敗と思ってるわけでしょ。あんな野郎、あんな男に時間費やしやがったみたいな。そんなこと一言も私言ったことないし。いや、でも思うでしょ。でも性格的に思うタイプでしょ。いや、あの、今言ってる感じで忘れるんだと思います。うん、うん、私そうなんです。嫌なことバカなんですかね。ひどい。いや、ひどい。いやいやいや、そんなことない。まあ、いい言い方をするとバカです。あ、そう、ね、いい意味で、はい、いい方もね、悪い方もバカバカだから。ひどいさんもバカですよね、そしたら。いい意味で、まあ、いい意味で。変人。いや、俺はね、大バカやろうと。そうですよね、変人変態ですよね。なんで僕はそれを肯定するしない、なんか反転人みたいな。まあ、だから変人同士がやってるからね。そうですね、できるんでしょうね。まあ、僕もそこに入ってしまうので、間違いないです。変人努力で今日はね、はい、今日は、じゃあセリーグ行ってみるか。はい、じゃあパリーグ方式でいきます。前回と一緒ですね。5位から、はい、5位から、はい、5位いきます。はい、5位は阪神です。おお、阪神の評価って意外とピッチャーが良くてどうのこうのって、はい、で守りが悪い、だからそこが改善されると上に行くんじゃないかって言われてたんですけど、はい、あの前回も話した後ろがちゃんと固定してるかっていうのがあるんですよ。藤川球児が今年はあまり良くない9回なんですかね。いや、外人を使うかも分かんないです、はい、っていうところでちょっとまだ分からないなっていうのと、あと矢野さんの運気自体は高いのは高いんですけど、うん、まだちょっと足りないなっていう経験値も、経験値、はい。まあ、確かに1年じゃ分かんないですもんね。そうですね。っていうところから阪神はちょっと5位かな。はい、ガクッと来てる人たくさんいて。阪神ファンの方はそうですよね。大丈夫かな。大丈夫です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 。これね、あの統計とか風水ですね。そうそう、はい、はい。じゃあ続いて4位は、はい、はい。4位は広島です。おお。はい。いや、だからここも一緒で抑えが、そうなんですよ。決まってないっていうことは、中崎が多分ダメなんじゃないかって。なんかちょっと不安定ですよね、うん、後ろのところが、はい、まあ、外国人多分使ってきますよね。あ、そうですね、可能性はありますね、はい、外国人の方が。で、まあ、打線みたいなのは安定してるじゃないですか、基本的に、うん、監督の運気を見ると良いかなと、うん、はい、まあ、経験値もないですよね、今年初めてのそうですね、初の新監督なので、はい、っていうことがありますね、はい、はい、じゃあ続いて3位です。3位は中日です。おお、中日ドラゴンズですね、はい、これは運気がいい。そうですね、与田監督の運気がすごくいいのと、あといろんな変化に対応できるっていうのをもともと持ってるので、はい、なので臨機応変に変えていくんじゃないかなと。今年はもともと頑固で基本的には変えないっていうスタンスなんですけど、
でも今年に関しては勝つためにどう変化すればいいかっていうことを多分去年の後半あたりから学んでるはずなので全然違う野球が変わりましたもんね、はい、と思うのでそこからそれをそのまま生かしていくっていうのがあるのであとはもういかに若手をどう使っていくかですね、うん、前半鈴木にこだわったんだよ抑えを、はい、でずっと変えなかったんだよあで何試合か落としてで後半から変えたんだよねそしたら後半貯金作りましたもんね強かったですねあでそれが今年にもつながってくるとつながってきますねあで変えられるようなね、はいはい、では2位は2位は巨人ですおお、はい、原は同級生なんですよはい運気が高いっていうのもありますし、はい、今年ネズミ年じゃないですかそうなんですかトップバッターに戻ってきてネズミ年、はい、ネズミ年ネズミ年、はい、ネズミ年って野球といえばどこっていう球団って結構強いんですよ心理性の球団とか歴史ある球団が強いんですよっていうところからいくと巨人の方が歴史が長いっていうのも含めて2位と2位になりますじゃあ残り1位と6位、まあ、野球人のいやそりゃやっぱりさこれは2球団まあ DeNA がトップいってヤクルトが最下位になるかなって戦力的に見たらそうだけど、うん、さあ、はい、どうぞおっしゃる通りです1位横浜です、ね、これはラミレスがいいということっていうのとあのデータを結構使いますよ、ね、使います、はい、あのネズミ年の時って知的とかそういうデータとかっていうのも存分に使うと運気が上がっていくっていうのがあるんですよで細かく使うといいっていうのがあるんですよでそればっかりにとらわれすぎると逆にまずいってこともあるんですけど、うん、今年はその知的さをプラス最初に話したおもてなしの心ってあるじゃないですか監督自体が陽気でおもてなしの心があるじゃないですかっていうところケツとかやりますもんねやりますね急に急にね急にね入れてきますからっていうところから1位じゃないかなというなるほど、はい、まあ抑えもしっかり抑えですね そうですそこもありましたねもう全日本の抑えがいるから、はい、そうですね山崎豊さんも DeNA1 位って言ってましたもんねいやもう A クラスドンピシャだもん俺とあそうなんですかまあまあ他の番組でもやってるから、はい、ちょっと そっちを見てもらいたいんだけど、はい、まあ似てるよあそうなんですねで最下位がヤクルトですねはいこれはちょっと高さんが強すぎるのかな、ガガおあんまり変えないような感じもするんですよ、まあ、固定観念に縛られるそうですね、うん、今までのそのまんまにっていうところがあるので、はい、で運気自体はそんなに悪くはないですけどちょっとお母さんみたいな気持ちでいろいろ我慢をしてもっと見ていけるかっていうのがポイントの選手お父さんになっちゃってるわけですね。そうですね。どちらかというとになってなりやすい貯金器に入ってるので、そこをどうお母さんのような優しい気持ちでいられるかっていうのがポイントになってくるので、今度後で言っておきます。まあ頑固親父になんで、ね、お母さんのように母性を持って、そしたら上がるかもわからないよって。何のこっちゃという方でしょうね。それ言ったら全監督に会えますよね。会えますよね。そうですね。はい、ありますけど、まあ、打発とかね、仕事上、ちょっと絡みとかが多くなってくると思うので、うん、まあね、こうやっぱ経験値のやっぱ1年目ということがするとね、そうですね、それもちょっと苦しいかもなんですよね。はい、あと、はい、僕が注目した森下っていうのがいるんですよ、広島の。はいはい、あれ、どうですか大卒から入りましたね。はい、明治から。はい、一番心配なのが怪我の運気に入ってるんですよ。ちょうど大卒1年目って怪我しやすいんですよ。で、その怪我しやすい運気の中でどういう今まで高校、大学っていう使われ方酷使されてないかっていうのが結構ポイントになってるんですよ。で、一番若い世代で無茶をしても大丈夫って思う時期なので、そこを体のケアをしっかり、本当にベテランの選手のような体のケアをすればうまくいくかなっていうのがあります。僕は新人王候補なんですよ、森下が。あ、だからどうかなと思って、まあ、あんまり無理しないで、
ね。怪我だけ気をつけてってことですか。あとね、小園が気になってしょうがないですよ、僕は。大好き。大好き。小園。1000万円の小園は。広島の。広島の。もう多分普通に使ってれば上がってきますよね。ただポジション結構難しいですよね。サードで行くのかショートで行くのか。そうですよね。あのそこを変えるのか田中選手と変えるのかどうかっていうのもありますし、固定してやった方がもちろんいいってことなんですか。になります。ちょうどもう2年目になってくる、慣れてきてるはずなので、はい、っていうのがありますね。で、小園選手自体の運気は今年はいいですね。一番点取れるっていうチャンスに回ってくるっていう運気が入ってるので、勝負強いですしね、になりますね。あの子はね、なんか子供のように ね大好きなんです。息子のことは聞かないんだけど、子供のことは聞いてるという。そうですよね。いや本当に本当に。あと根尾君、はい、奥川君、はい、この2人はどうですか。根尾選手、根尾君はもう、まあ、そのまま小園選手と似たような向きなんですけど、同級生ですよね、はい、あとは上にどう使ってもらえるかです。岩田さんとの相性ですね。ポジションがないんだよね。かわいそうですね。っていうところで、いや、こじ開けなきゃさ、かわいそうねって言ってるの、お前。お前が結婚できないのがかわいそうでしょ。なんで私も結婚できないの。いや、ね、なんかそういう運気とかあるじゃないですか。いや、あるね。ね、いい相性でポンとタイミングよくいけるのか、なんかタイミングが悪い、ね、年回りだったりとか。でも運気自体はそんなに悪くないので、ただいろいろ動かされてますよね。本人自体が器用なので、ショートだったりセカンドだったりもできるし、外野だったり、まあ極論ピッチャーもできるわけじゃないですか。もうピッチャーにしちゃったらどうなんだと思うんだけど、ね、二刀流ですか。いや、150キロ投げるから、ね、投げるので。どうですか、下さん。あの頭の良さから言ったら投手向いてはいます。向いてはいる。あのポーカーフェイスで淡々と投げるので、はい、あの大阪桐蔭時代もそう投げてるので、ね、っていうのがあるんですけど、でも、まあ、僕は野手出身っていうのもあるんですけど、野手で見たいっていうのもありますね。なるほど。すごい守備上手だったんですけど、多分形にこだわりすぎて少し崩したのかなっていうのがあります。コーチが悪いってことですね。言えない。守るか言えない。まあ、でもあるんですよ、相性。ありますよね。はい、それはある、はい。何でも相性あるわ。相性あります。あのユニフォームが似合うか似合わないかっていうのもあるんですよ。あ、それまであるんですか。はい、やっぱ色を持ってるじゃん。だから合う、全く合わない色のとこ入ったらダメですもんね。あの成績出せないですね。分かりやすくっていうか、ちょっと引退したんですけど、松井秀喜さんとかヤンキースとか巨人とか星稜とかユニフォームすごく似合ってたじゃないですか、はい、でもエンゼルスとかレイズとかって似合わなかったんです。あ、そういうのあるんですか。あるんですよ。藤浪投手は阪神が似合ってますか。あ、似合ってますよね。あ、それはじゃあいいんですね。お前なんか俺の心を読んだように言ってるね。みんな腹の探り合いするみたいな番組になってたの。豊さんはちなみに太陽のユニフォームで合ってましたか。違う球団の方がさらに良かったとか。いや、似合ってますよね、太陽のあのユニフォーム。俺はユニフォームに着て街歩けって、そしたら絶対モテるって言われたぐらい。おかしい。いや、ユニフォームが似合ってた男なのよ。そうなんですね。そうそうそう。じゃあもう太陽以外は、まあ、日本ハムね、行きましたけど、その2球団以外は。あ、日本ハム当時のユニフォーム似合わないですよね。でしょ。、はい、いや、俺も来た瞬間に似合わないなと思ったの。思った。似合って。もう一つ、じゃあ中日のユニフォームだったら日本ハムのよりは似合ってましたか。そうですね、中日の方がまだ似合ってますね。あの、カラー的にも合ってるじゃないですか。で、ジャイアンツの話もあったんですよ、はい、いや、あのルーキーの時、はい、ドラフトの時、はい、ジャイアンツ行ってたらどうだったんですか。真ん中はよくわからないですよ、まだイメージができないですよ。今言った日本ハムとか中日とかだったらユニフォームのイメージ、あと太陽のイメージはできるんですけど、巨人、高木豊ってなると似合うのかどうかもう見えなくなりますよ。オブラートに包まれて、はい、まず似合わないっていうことなんですね。そうでしょ、はい、いや、僕は吐き出しました。